池田義孝衆議院議員が逮捕されたことについて岸田総理大臣は大変遺憾で重く受け止めると述べました。大変遺憾なことであり重く受け止めております。池田議員については除名をする、こういった方針と、いたしました。党として強い危機感、岸田総理はその上で党として強い危機感を持って政治の信頼回復に努めなければならないと強調しました。また連立を組む公明党の山口代表が連座制も含めた政治資金規正法の罰則強化に言及したことなどを念頭に今週から行われる政治刷新本部で議論を深めると説明しました。